黒猫ゲームズ見てね。この子ですね、完全に判定ミスってます。これオスですね。はい。ラベル、14g、オスだったのかって感じ。どうもこんにちは、黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。これはね、ババ黄金鬼クワガタのババオくんです。最近ね、ババオくん餌をね、ほとんど食べなくなりました。残念なんですけど、もうすぐね、お迎えが近いのかもしれません。実はですね、ババコちゃんの方は、先に行ってしまいました。今から1週間ぐらい前の話ですかね。で、まあ埋めたんですけど、さすがに亡くなってるね、ババコちゃんを動画に出すのはね、ちょっと忍びなかったんで、一応報告だけさせていただきます。はい。で、今日はね、ババ黄金鬼クワガタの黄金王国の続編です。ということで、ババオくんはね、またケースの方に戻って休んでもらいましょう。ありがとう。ババ黄金オニクワガタの幼虫たちなんですけど、ついに8日が始まりました。はい。この子は前回800に入ってるということはメス判定。メスのようですね。そこの方にね、作ってるんですよ。実はね、不思議なことが起きてます。そういうものなのかもしれないですけどね。これ別の子です。ちょっと動かしちゃったんで動いてますね。あんまりしない方がいいと思いますけど。この子もね、前回メス判定だった子。これはね、ちょっと見えにくいんですけど、多分メスっぽいです。はい。この子もね、そこに作ってます。というかね、みんなそこに作ってるんですよ。これがさっき説明した子ですね。で、この子も、ほら、そこに。で、この子もそこに。この子は全容なんですけど、やっぱそこに。この子もそこに。この子はね、判定ミスってますね。この子ですね、完全に判定ミスってます。これオスですね。はい。ラベル、14g、オスだったのか、って感じ。はい。まあね、ババアもやっぱ難しいんかもしれないですね。この子もそこに。で、オス判定のこの子も幼種作ってます。やはりそこ。あの子も洋室作ってます、そこ。で、この2匹も洋室を作ってますが、そこです。めちゃくちゃ噛むんですよ、こいつね。ていうか、ババくんね、めちゃくちゃ噛みました。この子も、やはり洋室作ってますけど、そこです。ちょっと見えにくいかな。そこですね。はい。軒並みね、そこに作るんですよね。はい、そして反省点。見てもらったらわかると思うんですけど、これね、交換した後ね、あんまり食べなくて、暴れちゃいました。なんで体重減ってるかもしれないですね。まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、誤算がね、いろいろあったんですね。こんなの聞いてないよ。この子たちはとりあえず、120のプリンカップから、800に最初、引っ越しまして、で、2ヶ月ぐらいでね、このでかいボトルに引っ越してきたんですけど、プリンカップからね、大きいボトルに最初から入れた方が良かったと思います。まさかね、こんなに早いとはっていうね。まあだいたい半年ぐらいっていうイメージはあったんですけど、半年経ってないんでね、ちょっとね、驚きの速さでしたね。はい。いう感じで、もうみんな暴れちゃってですね、なんか残念な感じはしております。まあ、20g 超えの子もいるんで、期待したいと思ってますけどね。まあ、ということで、そこの方に、洋室作っちゃったので、ひっくり返していこうと思うんですけど、うん。これはね、100円ショップで買ってる木ですね。うん。足場にもね、使えるんでね、重宝してるんですけど、これを使って、ボトルの方をひっくり返していきたいなと思います。なんでひっくり返すのかという話なんですが、これ宮山ご飯さんに、動画で教えてもらったというか、うん。そこの方でね、羽化するとね、ちょっと、体液でね、羽化不全になっちゃったりすることがあるそうなんで、ひっくり返すと。ちょっとゆっくりね、ゆっくり行きたいと思う。そーっと慎重に。ごめん。で、頭の方をね、ちょっと上の方に置いたらいいっていうことなんで、こんな感じで、あとはまあ回っていくとは思うんですよ。この子ももうさなぎになっちゃってるんで、ひっくり返します。頭の方を上にしてと。こんな感じでしょうかね。この子もですね、そーっとひっくり返します。天地無用ですね、これはね。天地逆転。大丈夫？あ、でも、うまいこと回りますね。さすが幼虫。この子はまだなってないんで、置いときましょう。さなぎになってからね。この子は変わってるんで、ひっくり返しまーす。ごめんよ。ちょっとごめんよ。はい。よいしょ。うまいこと回ってほしいかな。この子もひっくり返さないといけないですね。よっ。うまいことひっくり返すの難しいですね。あ、この子は頭の向きがこっちだわ。しょうがないな。これでいこう、これでな。あとのメンバーは、まださなぎに、完全にさなぎになってるわけじゃないんで、このまま置いておいて、さなぎになったらひっくり返すということでね、対応したいと思います。やったね！はい、お疲れ様です。ということでね、今日はババ黄金鬼クワガタがさなぎになって、そこの方に洋室を作ってるんでね、ボトルをひっくり返すっていう作業を進めてきました。うん。まあ、あと3ヶ月もすればね、掘り出せるのかなっていうイメージですね。はい。掘り出しの日が楽しみです。今日はこれでお別れとなります。またよかったらコメントなんかで、感想を教えてください。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。